ちょっとお兄ちゃん、朝帰りとか不良じゃん。信じらんないんだけど。姫川さんのところにお邪魔してただけだ。別に変なことはない。いずれお前にも紹介する。え、いいの？なんで？変なお兄ちゃん。もしも。あんた飲み会の最中どこに消えたの？茜も消えてるし、もしかしてあんた。ちげえよ、演出と姫川で別の店に行っただけだ。もう紛らわしいことしないでよバカ。このバカ。おやすみ。無事に帰れた？未成年はお酒飲んじゃダメなんだからね。あいつら本当